よろしくお願いします。修正美だ。本日なんですけど、本日は化粧品ダイエットについて皆さんの方に共有したいと思います。それでは早速行ってみましょう。本日もご視聴ありがとうございます。本日なんですけど、本日はね、商品の紹介じゃないので、まあね、商品を知りたいってことは今回はちょっと飛ばしていただいて、今回は化粧品ダイエットっていうのがありまして、まあ韓国ではね、まあ、結構まあ知られてる方、まあご存知じゃない方いらっしゃるかと思うんですけど、結構いろいろツイッターとかの方でね、結構聞かれたりすることが多かったりとか、まあYouTube の方でも何個かねいただいたりしてるんですけど、今までね。で、韓国人って結構10とか12ぐらいのステップを化粧品を使うっていうような認識が結構日本人の方々はあるっていうところで、ちょっとね、皆さんの方にちょっと共有したいなと思ったので、ぜひこの動画でね、ちょっとおしゃべり感覚になっちゃうんですけど、まあ聞いていただければすごく嬉しいなと思っております。で、早速なんですけど、韓国人の化粧品ダイエットっていうのね、そういう言葉なんですけど、まあ言葉自体もう ほぼ皆さんの韓国の方に聞いたら、そのフレーズは皆さんもう分かりますね。それぐらい有名なので、化粧品ダイエットっていうものを基本的にはする方が多かったりするんですけど、僕も割と増やすっていうよりか減らしていくっていうところで、どうしてもね、こういうふうにいろんなものを試していくっていうところで増えちゃったりはしてるんですけど、基本的には減らすってことはもうしております。なので、まあ、前回ね、スキンケアのモーニングルーティンみたいなところで、僕のね、使用してるスキンケアのものとかを紹介させていただいたんですけど、あと流れとかをね、なんですけども、基本的に今こういう形で使っているっていう形はあるんですけど、で、まあ10とか12って結構多いかと思うんですけど、皆さんこの動画見られてる方どれぐらいしてますかね。10とか12ぐらいとかしてる方とかいらっしゃるんですかね。どうなんだろう。まあ、そこら辺ちょっと皆さんの方ね、ぜひコメント欄の方にコメントいただければと思うんですけど、まああと、まあその何を使っていけばいいかっていうところで、僕のね、ちょっと考え方っていうところで、まあ化粧品ダイエットはしているんですけど、まずまあ女性の方だったら、まあ僕も表に出たりとかするので、クッションファンデとかする時もあったりするんですけど、まあ仕事時とかもね、ファンデーションとか塗る時あるんですけど、そういう時はちゃんとオイルで取った方がいいです。オイルで塗ってるものはオイルで取るっていうところで、オイルを使っているんですけど、僕は中上村のやつ使ってるんですけど、すごくいいです。はい。なので、まあそこからですよね。まあそこからどういうふうにしていくかっていうところなんですけど、僕は基本的には化粧水は使わなくて、導入液っていうものを使います。それかシートマスクで肌を潤わせるっていうところをするんですけど、まあ、化粧水は基本的に乾燥しちゃうので、僕の肌はね。だから、まあ、あとよく言われてるのは、その飛んで逆に乾燥しちゃうって方もすごくいるので、僕は基本的にはあんまその普通の化粧水っていうものは使わないです。そういう水虫しいものを使いたい時は導入液とか使うんですけど、ミシャとかのね、使ったりとかするんですけど、まあ SK-2 に似てるっていうので結構言われてはいるんですけど、まあすごく有名ですよね、それもね。なので僕は導入液を使って、まあ、その後にアンプル使うんですけど、でアンプルで、まあ、化粧水代わりにちょっと美容液で入ってるので潤わせるってことができるので、僕はそういうふうにアンプル使ってるんですけど、でそのアンプルのところに美顔器を使うんですけど、まあいろんな美顔器ある中で、今ベアのフォレのね、ベアってやつがあるんですけど、まあ、もうここ1年以上は使ってるのかな、なんですけど、まあ非常にいいので使っております。まあ、顔のね、その張り感が全然違うので、もうこれは強くおすすめいたしますね。うん、もう毎日朝晩絶対使ってますね。まあ2、3分ぐらいなので、ぜひこれはおすすめします。まあ、過去動画何個かそのベアのね、商品の説明もしたりとか使用動画もありますので、ぜひね、参考に見ていただければと思うんですけど、でその後に僕はビタミン C オイルを塗りますね。まあリズ系のやつとかが一番ベースでありながら、いろんなものを使っていくんですけど、もうここを使うことによって、まあ、肌の潤い感が全然違くて、今もそうなんですけど、オイルで塗るとちょっとツヤ肌になったりするので、これは僕はおすすめします。で、まあ結構皆さん脂性肌の方とかは結構そういうの使いたくないって方いらっしゃるかと思うんですけど、脂性肌に向けたそのビタミン C オイルとかもあったりするので、ビタミン C セラムとかあったりするので、ぜひ
自分に合うものを探していただければと思うんですけど、まあその中で僕のねこのチャンネルでいくつか紹介してはいるので、まあ、その中で自分が合うものを使っていただければすごく嬉しいですかね。はい、であとはその後にクリーム、水分クリームですね、うん、保湿はすごく大事なのでちゃんと保湿はした方がいいです。でまあデイとナイトでクリームは変えるんですけど、デイとかだとベタベタしてるものが嫌いだったりする人とか結構多かったりするかと思うんですけど、僕今使っててすごくいいのが本当にヒアルロン酸が入ってその中にもオイルが入ってるってね、今回だとひまわりのオイルが入ってるんですけど、それが非常に良くてさっぱりして潤うみたいな形で、その水分クリームがすごく僕は大好きですね。でフィジオゲルとかも好きだし、ラロッシュプズとかも好きだし、まああとはセンデリア24再生クリームね、もうそちらも好きなので使ってはいるんですけど、まあそういうところでクリーム、再生クリームもそうかな、水分クリームもそのちゃんとそこの部類になるんですけど、まあ、夜とかだと僕センデリア24を使うんですよ。はい、なのでデイはあんまりセンデリア24を使わなくて、割とまあ、男性とかと脂肌があんま好きじゃなかったりとかするので、あとはまあ化粧するときとかクッションファンデするときはまあその違うクリームを使ったりするんですけど、まあその次に合うものを結構使ったりするので、まあベースは今みたいなそんな感じですかね。でその後にサンクリームですね、日焼け止めね。いや日焼け止めはもう365日もう絶対に塗ってください。もう塗るのと塗らないのだとはもう肌の老化全然違うので、これはね本当に科学的に実験されて数字で出されているので、水分クリーム、保湿と UV ケア、サンクリームっていうのをしっかりすることによって肌老化を抑えられますよっていうね、進むのを遅くできますよっていうところで、数字でちゃんとねアメリカの学会の方でちゃんと科学的にね数字でちゃんと証明されているのでおすすめいたします。で韓国でもねそういう日焼け止め塗らない日は出ないとかね、そういう日がないからあれですけど、日焼け止めも絶対本当に間違ってその日焼け止め塗らなくて外出ちゃったら、オリーブヤングとかそういうドラッグスとか行ってバーって塗ったりとか、あと買ったりして塗りますね。あとまあカバンの中にサンスティックとか入れてるので、そういうもので対応するっていうことをしてるんですけど、はい、なのでもう本当にサンクリームだけはもう強くおすすめします。僕の中では水分クリームよりサンクリームをすごく大事ですね。一番サンクリームが一番大事ですかね。サンクリームの中にも保湿ケアとか入ってるものがあったりするので、そういうものであればぜひ僕はねその1本だけあればいいかなと思ったりするんですけど、究極言えばもうサンクリームだけでいいですね。アンプルのねサンクリームとかドクタージェルとかも出たりしてたんですけど、それを僕はまあこういうね室内にいて、まあ、外とか出ない時とかはそういうねドクタージェルとのアンプルのねサンケアとか使ったりするんですけど、まあそういう形ですかね。まあそういう中で、まあ、韓国のね化粧品ダイエットっていうところでその10とか12みたいなのは想像してる人あんま見たことないかなって感じですかね。まあ、基本的にめんどくさがり屋な文化だったりするので、まあ、省く省く省くなくすなくすなくすみたいな形なので、まあ、基本的にそのねダイエットっていうね化粧品ダイエットっていうところは言葉自体言ったら伝わります、韓国の方々にね。であともう一つアイクリームとかね結構使い方とか間違えますと結構大変なことになったりするので、保湿クリームとかで対応する方がいいかなと思ったりしますね。結構ポツ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 って出てきちゃったりする人も中にいらっしゃるので、合う合わないとかあったりとか、あんまりやりすぎるとそれね目の下にねポコポツポツポツって出ちゃったりするので、そういうのがちょっと先々気になるという方はいらっしゃいましたら、保湿クリームで目の周りだけ、ね、塗ればいいだけなので、はい、そういう使用の仕方をお勧めいたします。まあ、僕とかだとねなんか結構興味津々でいろんなものを使ったりするので基本的に多くなっちゃうんですけど、使用して省くってなくしていく作業をしているので、まあ、そこら辺はね今これがいいとかどん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 先に進んでいくとなっていくので、どん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 増やしては減らして増やしては減らしてって形はしているので、まあ、そういうところもね参考に見ていただければすごく嬉しいです。
はい、な感じですかね。まあ、韓国人の化粧品ダイエットっていうところで、10とか12はしないので、まあ、そこら辺を踏まえながら、僕のチャンネルもね参考にしてればすごく嬉しいです。はい、まあ雑談形式に今回なっちゃったんですけど、まあ商品を紹介しないでこういうね話形式で今回お届けさせていただいたんですけど、まあいかがだったでしょうか。まあこういうね話になると結構ねいろんなことがまだあったりとかして、まあ、皆さんの方に共有した部分とかあったりするんですけど、本当にまあこういうねコロナ禍で韓国にね観光ビザがないから行けなかったりする人が結構いらっしゃるし、もうここ2年ぐらいとかね行けなくなったらやっぱりこういう化粧品の文化とかもあるからもう全然変わってるんです。今その2年前に流行ってるものとかのものとか全然違かったりとか、あとはまあ韓国のね物価が上がっちゃったので価格も全然変わったりとか、まあ、生活文化もね全然変わってきたりするので、今すごく韓国がブワーッと上がってるので、まあ、そこら辺のところもね皆さんの方にね共有したいなと思ってるんですけど、まあちょっと気になる方がいらっしゃいましたらね下のコメント欄の方にコメントいただければ、今後もねこういう話形式で皆さんの方にシェアしたいなと思っておりますので、気になる方いらっしゃいましたらねコメントの方いただければすごく嬉しいです。で今回は化粧品ダイエットっていうところで皆さんの方にちょっとこういう形でね共有させていただきました。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。今回の動画がいいねと思いましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、アニョン。ちなみに僕だとね今ね4ステップぐらいなので、まあ、こちらもね参考に見ていただければと思います。はい。